兵庫県立大学附属中学校、高等学校は、針馬科学公園都市内である、兵庫県阿公郡上郡町校と3丁目に、所在し、中高一貫教育を提供する、兵庫県立大学の附属中学校、高等学校。兵庫県立大学附属中学校の卒業生は、入学試験なしで、自動的に、兵庫県立大学附属高等学校に入学する。 平設型中高一貫校。兵庫県立大学の付属学校であり、設置者は公立大学法人兵庫県立大学である。全県学区であるため、県内ならどの小学校または中学校区に在住していても通学が可能となっている。略称は県大や付属など。定員は高校が160名、中学校が70名である。 高校の募集人数は160から、付属中学校からの内部進学生を除いた人数になる。兵庫県立大学に特別推薦制度があり、成績によって進学可能。学力検査において、県内の公立高校で唯一傾斜配点されていた。2010年より推薦入試のみになり、面接と適正検査が実施される。中学校の入試は適正検査。 作文、面接によって構成されている。毎年12月には、高校で、数学コンテストというイベントが開催され、全校生徒で、数学 IA、2年生と3年生の生徒で、数学 IIB の全員共通の問題を解く。また、毎年春に行われる、文化祭の1日目には、インター、ピープル、デーと呼ばれる、英語化の行事も開催され、 レシテーションコンテストやスピーチコンテスト、各学級と他校の ALT との交流などが行われる。このように学習協会への関心や意欲を高める目的がある学校行事も行われている。中学校においては毎年7月にはイングリッシュスピーチフェスティバルというイベントが開催され、各学年の代表がスピーチを行う。また、 毎年11月にアートフェスティバルという芸術祭が開催される。合唱や劇、文化部による発表や、有志発表などが行われる。高校では、私服の許可、昼休みと放課後のみではあるが、携帯電話の使用許可、また中学校でも、通学時の携帯電話の所持が許可されているなど、自由な交付である。自ら考え、自ら学び個性を伸ばす。 自然科学を中心に人文、社会科学も広く学び、科学への関心を高める。国際感覚を養い、国際社会に貢献できる人材を育成する。科学者や大学生と交流し、高い理想を持つ心豊かな人材を育成する。運動部分科部その他運動部分科部その他2019年に霞高校の寮が、 男女教養になるまでは本高校の寮は兵庫県の公立高校で唯一男女が入寮できる寮であった。例名寮入寮は本校の高校生が対象であり、中学生は入寮できない。男子 A 棟、男子 B 棟と女子 C 棟に分かれている。各党は9階建てで2階から3階までの1人部屋で高校生が寮生活を送っている。 寮生は毎朝ここから学校までの 1km と少しの道程を歩いて登校する。また、毎年4月、新しく入寮した生徒たちを歓迎するイベント、霊明祭が開催される。寮生のイベントではあるが、通学生の参加も可能である。本校の特徴的な取り組みの一つとして、国際交流が挙げられ、オーストラリアの中東教育学校並びに韓国、及び、 大生徒による、相互訪問などが行われている。兵庫県立大学附属中学校の HP の基本理念及び、教育内容並びに、学校案内2013兵庫県立大学附属中学校による、公立大学法人兵庫県立大学定官より、兵庫県教育委員会兵庫県、公立高等学校の通学区域、ABCDEFGHIJ、 歴史、遠隔兵庫県立大学附属高等学校。dmzcms.hyogo-c.ed.jp。2020年6月1日閲覧。遠隔兵庫県立大学附属中学校。2020年6月1日閲覧。平成19年4月1日兵庫県阿古郡。上郡町高と山町目において開校。 遠隔兵庫県立大学附属中学校。2020年6月1日閲覧。平成21年10月23日硬化制定作詞。平成21年度在校生。作曲。安田さゆり。校訓校章。後期兵庫県立大学附属高等学校。dmzcms.hyogo-c.ed.jp。 2020年6月1日閲覧。ありがとうございます。